琴音さんが家に遊びに来た。もともと友人、夫を紹介してくれた。紅茶を入れて客間に戻ったら琴音さんが電話に出てた。復唱します。嫁子さん悪いけど明日 A さんとお食事行くから、10時に車で迎えに来てちょうだいね。駅まででいいわよ。あ、車出すついでだから帰りに、お米とお醤油とトイレットペーパー買ってうちに持って行ってね。以上、嫁子さんとお兄ちゃんとパパにも言っとく。お母さん嫁子さんをタクシーか何かと間違えてるの？今までも便利使いしてたんじゃないでしょうね。帰ったらゆっくり話するからね。ナンバーディスプレイで実家だったから出たら、例によって一方的にまくし立てられたらしい。電話切って平謝りされちゃった。その後、一言一句間違いないとめ電話メモ片手に、夫にも説教してくれました。留守電だと、すぐ電話ちょうだいいいわね、くらいで決定的なのなかったんだけど、速記が特技の琴音さんメモと証言で、週末、義実家会議になる様子です。